平野ノ仕のアジアアンバサダー就任がもたらす、日本経済への未知の波乱、エンターテインメントニュースが日々私たちの周りに広がり、もし経済の視点から見れば、それがいかに面白くなるかを知ると、ますます興味深くなります。そこで、私たちはエンタメに情熱を注ぐ経営コンサルタント、坂口貴則氏にお願いし、エンタメにまつわるニュースを経済の視点から掘り下げる新しい連載企画、オリコンエンタメビズを始めました。 今回は、アイドルがもたらす経済効果に焦点を当て、平野紫洋さんがアジアアンバサダーに就任したことによる影響について解説してもらいます。アイドルの力で経済は3倍に平野紫洋さんはすごい。これが私の率直な感想です。平野さんがイブサンローランのビューティーライン、イブサンローランボーテの初のアジアアンバサダーに抜擢されたことは、アジアにおいて画期的な出来事です。 成長著しいアジア市場を代表する存在として、ハイブランドが平野さんを選んだのは自然な流れと言えるでしょう。これは誇り高い瞬間であり、この感情が平野さんのファンを巻き込み、ブランドをさらに飛躍させるきっかけになるでしょう。話は少し変わりますが、インフルエンサーマーケティングという言葉がありますね。これは文字通り、インフルエンサー、すなわち影響力のある人物を使ってブランドを広める手法です。 対照的に、アンバサダーマーケティングは一過性の広告ではなく、アンバサダーのイメージとブランドをしっかり結びつけ、中長期的に浸透させる手法です。私は経営者との交流が多いですが、先日お話を伺った経営者は、あるアイドルと契約し、自社ブランドのアンバサダーに任命し、収益の接半をする契約を結んでいるそうです。初期の契約金は高額なようですが、 その後はお互いが共にブランドを育てることがアンバサダー契約の魅力なのです。さて、平野さんをはじめとする現代のアイドルは最も活躍できる時代に生きています。なぜなら、経済的に不安定な時代ほどアイドルが求められるからです。アイドルの世界では、花の82年組という言葉があります。中森明菜さん、小泉京子さん、松本伊代さん、早見優さんがデビューした歴史的な年でした。 しかし、その後に、アイドル冬の時代と呼ばれる80年代中盤に入ります。アイドルが不要になったのは、当時の日本経済が好調だったからと言われています。アイドル、偶像、希望を求めなくても、すでに現実は順調だったのです。アイドルは必要ありませんでした。逆に、アイドルが再び人気を博したのは、バブル崩壊後の不景気に入った時代でした。暗い時代だからこそ、明るいアイドル、希望を求めるようになったのです。 そして、現在の不安定な時代においても、平野志洋さんが希望の象徴なのです。経済波及効果をご存知でしょうか例えば、あなたが1万円の商品を買うとします。その店には1万円が入るだけでなく、仕入れ先にも5000円が支払われ、さらにそこで働く人や関連産業にもお金が流れます。エンタメ産業はその波及効果が非常に大きいことで知られています。アイドルのライブに行くと、T シャツなども買うでしょう。 それが運ぶ物流業者や卸売業者を潤し、バイトやスタッフの雇用も増やします。さらに、交通機関を利用し、食事をし、商業施設で買い物をすることもあるでしょう。エンタメに1万円使うと、日本全体で約3倍の3万円ほどの経済波及効果が生まれるのです。ですので、私は断言します。皆さん、推しにお金を使いましょう。 それは3倍の効果をもたらし、日本経済を支えているのですから。